マーマイト、マーマイトは、ビールの醸造過程で増殖して最後に、沈殿堆積した酵母、いわばビールの酒かすを主原料とし、主に、イギリス及び、ニュージーランドで生産されているビタミン B を多く含む、食品。古言はフランス語で、調理用の二つき鍋を意味する、マーマイト、マルミット。本家イギリスのものは、濃い茶色をしており、粘り気のある、半液状で、 塩味が強く、独特の周期を持つ。主にトーストに塗って食されるほか、クラッカーに塗る、スープに溶かすなどの利用法もある。イギリス全土に加えニュージーランド、オーストラリア、アイルランドなどの旧英国領では、大衆食として、広く愛されているほか、最近ではそれ以外の地域で、ベジタリアン向けの食品として需要が増えつつある。他に類を見ない味と香りのため外国人には、 理解できない味とされることが多く、日本や米国などでは、悪評が高く普及してはいない。日本では、ビール醸造の副産物である、ビール工房動物飼料や、栄養補助剤などとして利用することも行われているが、人間用の栄養強化食品として摂取する上では、協力若元やエビオス状のような醸剤が、むしろ普及している。ただ、日本でも通信販売などでは、 容易に購入できるほか、スイスでは、背伸びというよく、似た食品が製造及び販売されている。マーマイトが、英国マーマイト社によって商品化され、広くマーケティングされるようになったのは1902年だが、それ以前にもビール生産の副産物で、マーマイトの原型といえる、ビール酵母の沈殿物食べる習慣は、イギリス人の間に広く存在した。 同社の公式ホームページによるとその始まりは1680年以前、ビールの醸造が始まったのと同時期と推定されている。マーマイトの歴史は科学の発展と密接に関わっている。最初は単にビール醸造の過程でできる残りカスをそのまま食べる習慣だったが、科学の発展により酵母の細胞の存在が確認できるようになど、 各国の科学者が興味を示すようになり、ドイツ人科学者のリービヒが酵母を凝縮する方法を発明した。これによりビール発酵の残りカスであるビール酵母を圧縮して瓶詰めにすることが可能とな、現在のマーマイトの始まりとなった。そしてその後のビタミンの発見がマーマイトの知名度を一気に押し上げた。また、大量生産にあたっては工場の機械化が重要な課題だったのは言うまでもない。 マーマイトをその主な製品とするマーマイトフードエクストラクト社は1902年に英国スタッフドシャー・シューバートン・アポントレントに設立され1907年までにはロンドンのカンバーウェルグリーンに2番目の工場の建設ができるほど十分な成功を収めた1990年すでにボブリーール社の子会社になっていたマーマイト社は CPC 社英国に行って買収され 1998年、ベストフーズ社へ社名を変えた。ベストフーズ社は、その後2000年に宣伝に、ユニリー馬車と合併し、現在マーマイトは、ユニリー馬車が所有する商標である。マーマイトの宣伝キャンペーンは当初は健康志向を強調しており、1980年代には、陸軍招待が登場する、テレビコマーシャルで、私の仲間マーマイトのキャッチフレーズで宣伝された。マーマイトは、 第二次世界大戦中にイギリス軍基地のドイツ人捕虜のための標準的なビタミン補給剤であった。1990年代までに会社のマーケティングに新要素が加わった。マーマイトの独特で強烈な味は多くの熱狂的なファンを生む一方でそれを拒否する消費者も多く大好きか大嫌いかに反応がまぶたつに分かれることで広く知られていた。これを風刺する 現代的な広告等として、マーマイトは、マーマイト大好きと、マーマイト大嫌いの二つのウェブサイトを運営し、人々がマーマイトについての経験を共有できるようにした。2004年には英国で、子供番組のテレビ広告として、1958年のスティーブ・マック・イーンの映画、ザ・ブロブをパロディーにしたものが放映された。これには、人々がマーマイトオリジナルでは、 宇宙生物だったから逃げる恐ろしいシーンがあり、これを見た子供たちが広告を怖がって悪夢にまで出たと保護者から抗議され、結局放映中止に追い込まれた。マーマイトは英国の外ではそれほど一般的ではない。そのためマーマイトはしばしば英国外の居住者によって最も懐かしい食料として引用される。1994年に カシミール独立派に誘拐された英国人バックパッカー、ポール・ライダウトは次のように述べている。ビル・ブライソンはビル・ブライソンのイギリス見て歩きの中でこう記印いる。また、エルトン・ジョンもマーマイト愛好家の一人で国外ツアーの際は必ず傾向するという。2006年にマーマイトの新しい絞り出しボトルが発売された。より簡単に取り出せるようにするのが狙いで、 容器はプラスチックでできている。最も一般的な食べ方はトーストに塗る方法であるが、この場合必ずと言っていいほどバターもしくはマーガリンとの組み合わせで消費される。マーマイト単体で食べるのは塩味があまりにも強いのと粘り気が強くて塗る際に広がりにくいので、イギリス人などのネイティブからも敬遠されがちだが、まずバターかマーガリンを塗ってからその上にマーマイトを塗る。 ことにより味がマイルドになり、かつ、油脂の効果で容易に塗り広げることが可能になる。また、マーマイトとバターもしくはマーガリンを塗った上に、スライスチーズを乗せ、オーブンで軽く焼くレシピも存在するほか、クラッカーとパンに類似した食品に塗って食べられる、こともある。マーマイトを使った料理も、複数開発されている。例として、スープの元としての使用法があるが、 この場合は、マーマイト独自の料理というよりも、牛肉エキスを原料とするボブリルの代用品として、ベジリアン向けのスープに使われるとみなす方が正確だろう。他にもレシピは多く、今日では、マーマイト料理のみを扱った料理本も出版されている。ニュージーランドでは、マーマイトをパンに薄く塗り、パケットポテトチップを乗せた、マーマイトとクリスプサンドウィッチにすることがある。 スリランカでは、マーマイトを湯で溶かし、若干のライムジュースと油で炒めた薄切り玉ねぎを加える。二日酔いから回復するための素晴らしい着付け役になるのだという。マレーシアでは、炒めた豚のスペアリブをマリネードにする漬け汁として、中国料理レストランでマーマイトが用いられる。炒める時に、マーマイトベースのマリネード汁が熱でカラメル化して、 甘辛い照り出しソースになる。イギリス及びアイルランドで製造、販売されている。不屈戦争時、ナポレオン三世軍に供する牛肉の保存用に、牛肉エキスを発酵させて作った調味料が起源だが、前述したように基本的にマーマイトと同じような用途で使われることが多い。オーストラリアで製造、販売されている。本質的には、 マーマイトと同じものであるがレシピが多少異なるため味も異なり、オーストラリアではマーマイトよりも人気が高い。ニュージーランドでは本家イギリスのマーマイトをモデルとしてサナトリウム社によってマーマイトが製造、販売され、オーストラリアにも輸出され幅広く受け入れられている。同じマーマイトではあるものの、 ニュージーランドが英国とは異なる歴史を築く過程で国民の思考にも違いが生まれ現在では本家マーマイトより塩味が弱く全体的にマイルドな味付けになっている外見にも多少の差異があり本家マーマイトが伝統的にガラスの丸い瓶に入っているのに対しこちらはプラスチックの円筒状の容器に入れられておりニュージーランドの国鳥であるキーウィのシルエットを デザインしたシールが蓋の部分に貼り付けられている。ワーキングホリデーなどで外国に長期滞在しているニュージーランド人にとってはカシや味で母国の家族に送ってもらったり友人が訪ねてくる時に頼んで買ってきてもらったりということがままある。さらにロンドンなどでは輸入食品店に出向いて割高にもかかわらず購入したりするニュージーランド人も多い。登録商標の関係上 オーストラリア・ニュージーランド両国では、サナトリウム社が、マーマイトの商標権を保持しているため、本家イギリス版のマーマイトは、アワメイトという商品名で輸入、販売されている。2004年頃に、ニュージーランドの首都ウェディントンで、イギリスからの輸入食品専門店ができると、アワメイトを求めてやってくる、イギリス人が後を絶たないという状況も発生している。一方、 ニュージーランドのマーマイトがイギリスへ輸出される時にはビタマイトという商品名で販売される。毎年3月17日に行われるアイルランド共和国最大の祝祭聖パトリックの祝日だが2007年には特別企画としてギネス社がギネスビールの工房を使用したマーマイトを限定販売した。黒い瓶に白いキャップというグラスに注がれたギネスビールを思わせる。 デザインのこの限定版は30万個のみ生産され、各2.49ユーロで販売された。また、使用されたギネス工房は全体の30%のみであり、残りの70%は従来の工房だった。このマーマイトは最近になって新発明されたものではなく、1950年代まで同社によって販売されていた外、 ギネスイーストエクストラクトギネス工房抽出物というアイルランド版マーマイトが限定である。ビールの工房から作られる、いわばスイス版マーマイト。基本的に瓶詰めのマーマイトとは異なり、チューブに詰められて販売される。スイス軍兵士の装備品にも含まれている。マーマイトは英国、アイルランド、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、インド、スリランカ、 および南アフリカ、すべてのコモンウェルスの大抵の食料品店で広範囲にわたって販売されている。オランダでも比較的人気が高くよく知られている。輸出されている国と地域、下記では一部のスーパーマーケットや健康食品店等で入手可能である。これ以外の場所では、マーマイとはまだ知られておらず、ユニリーバは販売を行っていない。 ユニリーバに推薦された英国の食品貿易会社、リントン・イクスポーツ社とペラム・フーズ社が世界の離れたところにマーマイトを輸出している。ニュージーランドでは2011年2月22日に発生したカンタベリー地震でクライスト・チャーチにあった同国唯一のマーマイト生産工場が被害を受け、2013年3月20日に販売が再開されるまで生産を停止していた。 その間の同国での品薄状態は、映画アルマゲドンにかけて、マルマゲドンと呼ばれ、ジョン・キー首相をはじめ多くのニュージーランド人が不満を漏らしていた。実際のプロセスは、企業秘密であるが、商業規模でイースト抽出物を製造するための一般的な方法として、塩を加えて溶液を更新等圧にして、イースト菌の活動を停止させる方法がある。 こうすると細胞がしなびて、イースト菌の自己分解を引き起こす。死にかけたイースト菌細胞は、外皮、イースト菌は、最終製品の滑らかな舌触りを損なう厚い、細胞壁を持っているを分離した後、完全に分解するように加熱される。他のイースト抽出物と同じく、マーマイトは、グルタミン酸ナトリウムに類似した、有リグルタミン酸を含有する。マーマイトは、 少量の一人前でさえ有効な量のビタミンを含有している。今日、英国で生産されるマーマイトの主成分は、イースト抽出物、並びに、少量の食塩、野菜抽出物、ナイアシン、チアミン、スパイス抽出物、リボフラビン、葉酸とセロリ抽出物であるが、正確な成分は企業秘密である。ただし、天然のイースト抽出物は、ビタミン B12 を含まないので、 製造プロセス中で、マーマイトに添加される。マーマイトに含まれるナトリウム、塩分量は高いので問題視されたことがあるが、重要なのは、マーマイト全体中のパーセンテージではなく一食、あたりの量である。ビタミン B12 の1日推奨摂取量は、最近1.0マイクログラムから3.0マイクログラムに変更された。アーディは1日推奨摂取量に対する割合を示し、 成人は4マイクログラム、子供は2マイクログラムを摂取するよう推奨されている。2006年8月に絞り出しマーマイトの販売開始の一環として有名シェフ、ゲイリー・ロードスはチョコレートソースをトッピングしたコーヒーアイスクリームに一振りのマーマイトをかけたデザートを開発した。これはロンドンの彼のレストランで1週間だけ販売された。それ以来英国の一部で 一握りのアイスクリームバーがこのトッピングを販売していると報告された。そのうち一つはバトンアポントレントのマーマイト工場の裏にある。フランス人はマーマイトを LA コンフィチュール・アングレズ、イギリスのジャムと呼ぶことが知られている。スプーン一杯のマーマイトを皿に置きスプーンでそれを叩くと色がだんだん薄くなる。叩き続けるとそのうち真っ白になると言われているが、 これは確認されていない。マーマイトを食べると蚊除けになると主張する人もいる。この理由は、皮膚から人間にはわからないが蚊が嫌う匂いを発するためだとか、あるいはビタミン B 成分が蚊を遠ざけるからだと言われる。熱帯の場所に行く、英国人旅行者が旅行中に食べるためにマーマイトを持っていくことがあるが、ビタミン B 複合体が蚊を寄せ付けない効果を持たない。 ことはすでに確証されている。この信仰の起源は、スリランカにおける1934年から1935年のマラリア流行の時にマーマイトが使用されたことかもしれない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。